はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験、問題慣れをしていませんかです。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ問題慣れということで、なんかやっぱり受験とかだと同じような問題わーってたくさん演習して、その問題に慣れておくことって悪いことじゃないような気もするんですけれど。いや、私はね、問題慣れっていうのは本当に怖いことだと思ってるので、はい、自分たち、私もそれからもう一人の年長の先生も含めて、それはすごく気を使ってますね。はあ、で、子供ってもう見ただけで、あ、これしりとりの問題だね、あ、これなんとかの問題だねってね、人が問題も言わないのに言うことがあるんですよ。下手するとやっちゃう子もいますよね。そう、気づくと、なんで鉛筆持ってんのみたいな、うん、でも私はわざと黙ってるんですけどね。そうなんだ、どうぞおやりくださいみたいなはい、じゃあ問題を言います。あなたこれをやってしまったものはどうするのそういう問題かしらっていう、まあ、たまにそれ何回か注意することあるんですけれども、はい、例えばなんていうのかな、数の問題でもわーっとこう書いてあったら数える問題ってこうすぐこうねやってしまったりするけど、そうじゃないかもしれない。どっちが多いっていうかもしれないし、例えばこう数が2つ並んでて、うん、ね、あ、これってさ、どっちが多いか書く問題でしょ、うん、みたいなことを言う人もいるんですよ、はいはい、でも、あ、もうそんなこと言ったらすぐその場で私は問題変えますけどねなるほど、そうとは限らないよ、そうとは限らないと言って、うん、わざわざ問題を変えるんです、うんうん、でしかも印まで変えたりするともうやっちゃった人は困るわけですよ ね、 そうね、うん、で例えばそういう問題ではどっちが多いのかなって、そういう問題だとかって勝手に考える人がいるんですけど、そういう場合にはどっちがどれだけ多いですか、多い方に多い分だけ三角をつけてくださいとかね、うん、わざわざそういう問題に変えたりする、突然ひねっちゃうっていう、多い方に多い分だけ×をつけてくださいという問題よくあるんですよねまあ大体よく多い分だから消すっていう意味で×にする、うんうん、そこをあえて三角にするとかね、うんうんうん、もっとすごいと多い分だけ丸をつけてくださいっていう、うんうん、もう完全に引っかかりますよね。そういうふうに何回かそういうふうにこうしないと子供って最後まで話を聞こうとしないっていう。なるほどね。だと一番面白いのはしりとりなんかはよく、はい、1段目真ん中の段下の段をしりとりにつなぎましょうって結構ありますよね、はいはい、結んでいくんですよね、結んでいくのね、うん、でそういう形で出すんですけれども、で私のところの問題もそうですけど、木曜日の年長の先生の問題も、まあ、うち2通りあるのでね、週2回のクラスっていうのは私の出す問題とその先生の出す問題と結構違うので、うんうん、でそのもう一人の私じゃない方の先生の問題でよく笑ってしまうのは、こうそういうふうにいかにもしりとりように書いてあるんですけど、うん、実は同じ仲間同士を線で結びましょうとかねあとなんだろう、最初の音が同じもの同士を線で結びましょう、もうしっかりしりとりだと思ってますよね、うんうん、イノシシシカとかね、うん、じゃないですよ、ろくに聞かないでやっちゃうわけだ、イノシシだから初めの音だからイのものを結ばなきゃいけないのに、そう、もうイノシシシカとかねしりとりにしちゃったりとか、うん、そういうふうにやっぱり問題慣れってすごい困るなっていう、うん、ふうには思いますね。だから試験でね、まさかって出し方されたらうっかりね、やっちゃう、間違えちゃうですよ。そうなんです、ね、うん、でよくあるのが、はい、問題集もそういう問題集多いんですよ。こうその最初のね、まだね、年長になりたての時は、例えばそういうこうなんていうのかな、観覧車の問題でも何でも、こう項目別によく問題集ってありますよね。そう、類似問題ばっかり入ってるような。そうそう。そうすると、ほとんどその問題が1枚目も2枚目も3枚目も4枚目も変わらない。もちろん。難易度別だね。そう。難易度でもないのかな。まあちょっとは難しくなっていくんだろうけど、そうするとね、そういう問題集、まあ最初のうちは項目別はいいんです。項目別にやっていくっていうことは、例えばまあ増える減るの問題ですみたいだったら、まあ一冊全部増える減るですよね、はい。で、もっと悪いことにほとんど同じような状態でその問題がこう変わっていかないと、の問題の内容が変わっていかないと、はい、でそうなると
子供ってもう、あ、まあ、はいはい、親なんか一人で楽だからって言ってやらせたりすると、子供ってもう話聞かないから、どん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 、はい、もう考えもせず、同じ問題、同じ問題、同じ問題ってやっていっちゃうんですよ。で、そうすると、それを一冊、例えば仕上げた段階で最後には何もものを考えないと。もうただ機械的に最後まで終わっちゃうと。だから本当にその問題の趣旨がわからないときはそれでもいいんですけど、それを6月とか7月とか、年長さんね、まあそうです、特に夏休みなんかにそれやっちゃうと、もう考えなくても、親はいっぱいやってると思っても、何も考えずに自動的にやってるっていう。それって怖いことですよね。そうなんです。だから私たちは夏にやる問題としては絶対もう夏はもうアットランダムにこう出てくる問題をやるようにしてるんですね。だからこれはしりとり。でもどうやってやるしりとりか。何何ってこう、やっぱりこう、いろんな問題が出てもこう対処できるっていう。パターン化させないということ。そうそうそう。だからその、慣れるっていうこと、はい、でもっと悪いことに何かこう黙ってやればいいものをさ、こう問題が出てくると、うんうん、あ、知ってる知ってる、これしりとりでしょ、なんて余計なこと言う人がいる先生嫌いなやつ、ね、そう、あの必ずねそう言っちゃう人が、はい、あ、知ってるよ、これやったことがあるよとかね、うんうん、もうそれってね、あの教室で言うようになったら絶対にこれは外でも言いますからね。そっか、つまり試験で言う可能性もあると。あ、そうなんですよ。で、あの例えばあのびっくりしたのが、まあよくね時々ね、先生これ間違ってんじゃないとかね、間違ってるわけないじゃないって言ってたら、うんうん、本当に突然試験で手を挙げて、先生この問題間違ってると思いますって言った人が実際にいて、あ、それは教室で言ってると本番でも言うんだなって思ったことがあったんですけど、そうか、またどっかで支えて、これやったことがあるとかね、本当はやったことない、似たような問題なのかもしれないけど、やったことがあるとかね、もうそういうこと絶対言っちゃいけないっていう。だからそれを言わさないためには、出題する側が、やっぱり同じような問題を何回も何回もやらないっていうことなんですね。いろんなね、書いてあることでも、いろんなやり方があるっていう、まあうちの長男だったんですけども、早生まれっていうこともあったんですけど、確認テストってあって、はい、大体そっくりそのまま出るっていうのが定番だったんですよ。で、11月に年長に上がって、12月、あ、そっくりこのままやればいいんだなと思って、まあちょこっと数は変えたにしても、ほとんどその出たプリントを写して、それでそのまんまを何回かやってたんですよ、はい、まさかね、慣れるなんて、まあ、3月生まれだしありえないと思ったんですけど、そしたら向こうもさることながら教室の方もすごくて、その問題は似てるんですけど、うんうんうん、答えの位置がこうちょっと違ったり、はいはい、あの同じ内容のものなんですけれども、うんうん、書き方が違ったんですよ。あ、すっかり引っかかってね、うん、それで次の確認テストの時にはもう何枚も切り張りして切り張りして、うちの子にやる下にあった問題を組み替えたりして、そう、答えを上にしてみたり、うん、バラにしてみたり、ってやった覚えがあるんですけれども、うん、それだけでもやっぱり結構違うんですか。幼児って違いますね、もう位置が変わっただけで、うんうん、だからこれってこういう問題じゃないと思うんだけれども、位置が変わったり言い方が変わったりするともうできない。だからそこに何が働かなきゃいけないかっていうことは、はい、考える力、うん、今こういうことを言っているんだな、この通りにやればいいんだなっていう考える力っていうのがすごい大切かなって思うんですよね、うん、そうで、あとはやっぱりその一つのことに対して諦めずにチャレンジするっていう、大事ですよね。そうなんです。で、今日本当にちょっと年長の子だったんですけど、はい、びっくりしたのが、まあある子が分からなくなって、うん、ちょっと新しい子だったんですけど、分からなくなって、なんていうのかな、もうやらないみたいな、もう僕無理、この問題知らないからやらない、習ってないからやらないって言ってた子がいたんですよ。それで、まあ、ちょうどお預かりでうちのね生徒たちも何人か来てて、それでどう思うこれはって言ったら、まあそのやらないっていう選択肢はないと、
いうふうなことを何人か答えた中で一人だけ、やっぱり諦めちゃいけないと思うって言った。そう、言いそうもないような子だったんですよ、いつも。それが突然、そういうふうに聞いたら、諦めちゃいけないんだよって。諦めそう、びっくりした、私も目が。幼児でそんなこと言うんだ、もう諦めちゃいけないことをね、こう幼児で分かってるんだっていうのをちょっと私もびっくりしたんですけれども。そうなんです。で、他の子たちは、まあ、勉強っていうのは自分のためだけに、自分のためにやるものでね、親のためにやるものではないっていうことを、つい最近入った子までそういうふうに言ってましたから、で、その中で、その、一人だけね、その、やっぱりね、諦めないでやることなんだっていうことを、幼児ですよ。それを言って、私もなんか、私もよく言ってる言葉なんだろうけれども、ああ、自分の言葉にしてるなって、そう。で、その子もやっぱり子供から言われたから、やっぱりそうなんだと思って、それから頑張り出したんですけど、だからやっぱりね、そういう考える力っていう、もうこれ見て、これ、あ、こう、あっていうんじゃなくてね、本当に、その一つ一つ考える。だから今私なんかピアノ習ってる子なんかも実践してるのは、はい、ミレドって書いてあったら、ミレドって一塊で覚えるんじゃなくて、ここにミっていうのが書いてあるから、ミだから場所はミ。ここはレって書いてあるから、これはレっていう音だからレ。で、これはドって書いてあるからドって弾くっていう、そういう訓練を今してるんですけども、ね、一塊にミ見たらこれミレドって思うっていうのがあるんですよ。雑にね、パターンで覚えちゃって。だから、ピアノと、ペーパーが一致してるっていうのはそういうことなんですよね。そうですね。ミって書いてあったらもうミレド。うん。だから、今度は、ソって書いてあって、次はソファミってね。何も考えずに、ちょっとこう、ちょこっと弾いたらもう覚えたようにして、全然楽譜と関係なく、ミー見ただけでミレド。ここミレドって書いてあるんだなっていう。ミレシドになるかもしれないんだもんね。じゃあ、左手で一個ずつ押さえながらミーで、ドってこう一つずつ押さえながら行ってごらんって言ったらダメなの。手が先行って、押さえてる方の手はミーから先進まないんですよ。面白いですね。面白いんですよ。だから、そういうふうに、その、慣れきって、でこの問題はこうなんだじゃなくて、そういうのはピアノでも強制できるんですけれども、一つ一つ音を読んでね、ミなんだよ、ミだって書いてあるからミ弾くんだよっていうことが、最終的にペーパーでも一つ一つ話を聞くという、これはしりとりなんだ、これは、音の数なんだとか、だって、しりとりで聞いてるのか、音の数で聞いてるのかだって聞かなきゃ、絵見ただけでもうしりとりだと思い込むっていう、うん。音の数が一個ずつ増えるように線を結んでてくださいだとできないんですよ。しりとりだと思ってる人は、しりとりで結んでいっちゃう。うん、だからそういうね、一つずつ確認をして、やっぱりその問題をそういう問題だって思い込まないようにする、それは子どもにとってもそうなんですけど、指導者側はどうするかっていうと、そういうふうな見えた問題でもしりとりじゃない問題を出してみたり不意をつかないと、子どもってもうそういうことしなあなあになって、先生がどん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 そういう問題出してると、子どもって考えなくなっちゃうんです。そういう問題集をいっぱい使っても考えなくなっちゃうんです。でもね、小学校のその試験の本番なんて学面通りの問題じゃなくて出ないですもんね。出ないです。大抵ひねってますもんね。ひねってます。うん、だから、そういうふうに、だから例えば、早稲田の問題って、はい、結構そうなんですけど、あれはすごい思いますね。見た感じはそういう問題っぽいんだけど、でも、聞くと、なんかちょっと複雑なんですよ。見た感じの絵は簡単でも、はいはいはい、そういう問題じゃないんじゃないのっていうぐらい。うんうん、で、よく聞いてもわからなかった。うん、だからどうしても子供って目で見ると、あ、こういう問題なんだ、こういう問題なんだって半分思い込んでるところで問題を言われても、うんうん、問題が耳に入ってこないっていう。そうなんですよ。半分半分だから、これがどんな問題だったかってことがわからない、うんうん。怖いことですよね。と思いますね。だから絶対もう問題に慣れさせない、思い込ませない、パターン化させない。もうこれが大事だと思います。はい。はい。わかりました。ぜひ心に留めてください。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報、由美先生の書き下ろしの記事などをお送りいたします。
子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間、7時とかね、7時半からスタートとかでも大丈夫です。内容としてはユミ先生がマンツーマンで、お悩みにお答えいたします。またフレンドリースクールでは体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。クラスによってはそろそろね定員間近というところもありますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは本日も最後までありがとうございました。では失礼いたします。